ダグラス・サークはドイツ出身の映画監督、ハリウッドでも活躍した。デンマーク人の両親のもと、ハンブルクに生まれ、ドイツとデンマークで育つ。バイマル共和制のもとで舞台監督としてキャリアをスタートさせ、1934年にはウーファで映画制作にも携わる。しかし妻がユダヤ人だったため、ナチスの弾圧を逃れ、1937年に、 ドイツを離れ、アメリカへ亡命。デトレフ・ジールクというドイツ的な名では、仕事に就けないため、ダグラス・サークと改名する。1942年に、ハリウッドで、ハンナチー映画、ヒトラーズ・マットマンを監督した。しばらく下積みが続いた後、1952年から1958年までは、ユニバーサル映画でメロドラマを連作、その他西部劇なども監督した。 1970年代にドイツに戻り、1987年にスイスで没した。1955年9月10日に来日している。作品の再評価により、1980年のカンヌ国際映画祭では審査委員長に選ばれる予定であったが、依頼の伝聞が手違いでカーグダグラスに送られてしまい、その年の審査委員長になることはできなかった。 映画果てしなきベスト 10P387 ありがとうございます。